日本共産党の佐々木健翔でございます。今回ですね、与党と民主党で修正案が作られまして提案された。そこで、いくつか確認をしておきたいと思います。質問通告の順番を少し入れ替えますので、お答えいただきたいと思いますが、よろしいですか。はい、それではですね、修正案の中身についてです。3分の1の株式をですね、国が保有すると、いうのが大変、大きな柱であります。で、なぜ3分の1なのかという点であります。完全民営化よりは私はその国の関与はですね高まるということで、それはいいと思うんですけれども、しかし国の関与ということで言いますとね、2分の1以上あるいは3分の2以上になりますと、さらに権限が強まるわけであります。この3分の1でいいとこの判断した理由、まずそれを説明していただきたい。修正案提出者、中川正春君。さっき質問しておいて今度は答弁というのはその変な気持ちなんですけども、お答えをしたいというふうに思います。読んでいただいて分かるように3分の1でなければならないということではなくて、3分の1を超える選択をすると、いうことですから、2分の1でも 100% でもいいと、いうことだと思います。で、しかし最低限ですね、重要事項については3分の1ですから、これを確保していくというところは必要だろうという意味で、これを設定をしたということであります。佐々木健翔君。3分の1以上、2分の1以上、3分の2以上、それぞれですね、権限が違うんです。で、3分の1以上なら株主総会の特別決議を単独でノーと言えるわけですね、拒否権が言えると。で、2分の1以上になりますとね、株主総会の普通決議を単独でノーと言えると、普通決議。それから3分の2以上になりますと特別決議を単独で提案し成立させられるわけですね。ですからそれぞれ権限が違うわけでありまして、特別決議というのはどういうものかというと、例えば合併とか分割とかですね、事業の全部を譲渡するとか、定款を変更する、それから監査役の解任、新株の有利発行等々あります。普通決議の場合は取締役の選任解任、監査役の選任、会計監査人の選任解任等々があります。で、つまり2分の1、以上あるということは、この人事に対してですね、非常に大きな権限が行使できるわけです。で、そういう意味でですね、仮に3分の1まで、保有が下がってしまった、つまり3分の2売却をした、で、3分の1持っていると。で、その場合ですね、取締役の選任解任というのはですね、これはできないと、いうことになるわけですね。で、そういう意味でこれは大変大きな違いがあるわけです。ですから私は国の関与ということで言うならばですね、3分の1というのはちょっと引きすぎるんじゃないかと思っているんです。で、3分の2以上を持つべきではないかというふうに私自身は思っております。そこでですね、この NTT とか、あるいは先ほども議論になりました日本郵政株式会社、これは国が3分の1保有義務を負っているわけです。3分の1以上持たなければならないと。で、現にですね、NTT の場合はかなり売りましたので、国は 33.7% 保有です。で、日本郵政はですね 100% まだ持っているわけですね、国が。で、そこで先ほどの議論と少し関連して与謝野大臣に
ここで少しいくつかお聞きしたいんですが、100% 持っているわけですから、現在社長を含む取締役の解任の権限というのを国がすでに持っているわけです。で、仕組み上はですね、この国の意思で社長を交代させる、あるいはこの人を社長、取締役にということはできると。事実上今そうなっているわけですが、それはその通りでよろしいですね。与謝野大臣。国が 100% 株を持っているというのは例外的な初期の状況でございまして、一般的に、な株主総会の原則が郵政会社に対しても適用されるという理解でございます。委員長、佐々木健一郎君。まあ、株主総会をやりますとですね、一人参加するだけなんですね。今は国が一人、代表が 100% 持っていますから。ですから、とりわけですね、財務大臣の権限というのは非常に強いわけです。で、総務大臣は、まあ、許認可に関連をする権限があると。ですから株主総会というふうになりますと、財務大臣の意思、これがすべてを決する、まあ、それほどの大変大きな力を持つわけであります。で、まあ、これは将来この3分の1まで売ることができるというだけであってですね、現に今権限があるわけであります。そこでですね、この総務大臣は先日こう言ってるわけです。官舗の宿の上等問題に言及し、こう言ってるんですね。日本郵政の上層部を私が許してしまったら、この国には正義はなくなってしまう。まあ、こういうふうに厳しく批判をしたわけです。で、この考え方にですね、与謝野大臣は賛成でしょうか。与謝野大臣。まあ、官舗の宿の問題なんかは実際自分で研究したわけではないんで、何がどうなってるかっていうのは正確な知識がないわけでございますけども、畑山大臣は業務改善命令を会社に出されております。それからその他の問題についても問題提起をされておりますおられますんで、そういうものに会社は誠実に答えるかどうかということはやっぱり見る必要があるのではないかと私は思っております。佐々木健一郎君。まあ、これからどう答えるかというものは一つの判断材料でしょうが、これまでの経緯から言って、この上層部を許したらこの国には正義はなくなってしまうと言っているわけでありまして、与謝野大臣は何かどこかで鳩山大臣と考え方はほとんど同じだとか一心同体だとかというような発言されたようですけれども、大体そういうことですね。与謝野大臣。鳩山大臣も予算委員会のご答弁の中で、私は麻生内閣の一員であり内閣の意思に従って行動しますというご答弁をされておられます。これはもう私と全く同じ立場でございます。佐々木健一郎君。では次にですね、提案者に伺いますが、3分の1以上ということですが、政府の判断で例えば先ほども少し答弁されましたが 100%、まあ、当面持ち続けてい、こうとこう判断すればそれも可能と、いうことでよろしいですね。中川雅治君。まあ、ここ、まあ、3年かけてですね、そこのところも含めて、議論をしていった上で、まあ、法定化していこうと、まあ、いうことであります。だから今の時点ではですね、100% 持ち続けていくとそういう議論の上でということも可能だということであります。佐々木健一郎君。提案されている修正案ではですね、
この会社による危機対応業務のあり方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有のあり方を含めた会社の組織のあり方を見直し、必要な措置を講ずるというふうに、まあ、書かれています。これはどういう意味かという点と、これはその見直すということはですね、危機対応業務の中身も当然入ると思うんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。中川勝。その点については先ほど私の質疑の中でですね、実は一番大事なところだという思いがありまして、方向性だけを議論させていただきました。まあ、いわゆるビジネスモデルということだと思います。で、まあ、こういう緊急時あるいは危機対応をしていく中で、公正性をどういうふうに担保していくかという仕組み、それから、まあ、その規模についてもですね、先ほど申し上げたように、まあ、20兆円からの貸し出し額が膨らんでいくというものに対して、あと、まあ、どのようにそれを整理していきながら平常時に持っていくかというそのプロセス、あるいは平常時についてはですね、まあ、これは人形圧迫にならないということが大前提なんですが、もう一つは完全に民営化したそのさっき2つのモデルで民営化モデルとその危機対応モデルを区別していこうという考え方もあるかもしれませんし、そうじゃなくてもうこれは政策金融だけでいこうと、で、まあ、その財源は財党で国の保障で、まあ、低価格低利の資金を活用しながら政策金融をしていこうという考え方、これ一本でいこうということになるかもしれない。まあ、これはこれからの議論の中でモデルを構築をしていこうと。まあ、ただしその民間のですね、金融機関のに競合して圧迫していくというふうなことが、低利の資金がこう手に入るからそれでそうしたビジネスをやっていくんだという、ここの流れについてはしっかり、止めていく、整理をしていくということでなければならないという、まあ、そういう中身をですね、これから構築をしていくと、まあ、そういう意味合いだと思っております。佐々木健翔君。その見直しの期間ですね、まあ、この提案によりますと、政府は一の措置が講ずられるまでの間、その保有する会社の株式を処分しないものとするというふうになってますね。つまり新しい、この業務を、まあ、ビジネスモデルを含めて、どうしていくかということを、それを検討し、まあ、見直して検討していくということになると思うんですけれども、それができるまでの間は株式は売却しない、こういうふうに理解していいわけですね、この条文は。中川君。そういうことです。で、まあ、3年とありますけども、まあ、私の気持ちとしては、もっとその時間を縮めてですね、まあ、この議論はしっかりしていくべきだというふうに思っております。佐々木健翔君。で、現在のですね、まあ、政府の補正予算とも関連をして、組まれている危機対応業務というのはですね、まあ、長期低利融資あるいはコマーシャルペーパーの買い取り、こういうものを、かなり大きな会社に対して、行うと。で、直接そこに資金を供給するという内容になっているわけでありまして、しかも損失が出るとですね、まあ、国民が負担するという結果的にはそういう仕掛けになってますよね。で、こういうものは私は見直しの対象にすべきだと思います。つまり、中小企業、地域経済あるいは環境対策、こういうものを重視したですね、内容に変えていく必要があるのではないかと。で、今のこのやり方ですと、まあ、従来、かなり苫小牧東部ですとか陸奥湾とかああいう巨大開発につぎ込んでですね、焦げついて大変な負債を自治体や国が負ってしまった、ああいう経緯を振り返ると二度とやっぱりああいうことはしてはならないと思いますし、
それから今一番その危機で重大事態になっているのは中小企業の側ですから、そういう側もに対してもですね、今は中堅大企業というふうになっていますけれども、対象が中堅中小企業に広げていく、まあ、そういうこともですね、当然含めて検討すべきだと思いますけれども、どのような見解でしょうか。山本明子君。お答えさせていただきます。中小企業へもというお話でございますが、当然、政府としては緊急経済対策というのは中小企業からというのは当然だと私も思っております。まあ、したがって昨年の一次補正二次補正本予算につきましても、中小企業のセーフティーネット貸し付けだとか保証 100% だとかいうことで30兆円対策を練っておるわけでありまして、世の中は中小企業が、私はやはり弱者でありますから、マウス作るのは私も同じ考えであります。しかし中小企業だけで成り立っておるわけではありませんで、やはり大企業もあるわけであります。大企業の従業員も全従業員のうちの 30% あるわけでありますし、中小企業は大企業の下請けである場合も多いわけでありますから、大企業が危機になったときに、ほっといてもいいという理屈にはならないという、私はそんなふうに思っておりますので、やはり中小企業からまず救う。そして今のこの経済危機というのは大企業まで大変なんだ、本来なら大企業自分の力で再生しなさいと言えますけども、そこまで大変な今危機になっておりますから、したがって大企業も今回、まあ、政党銀はしたがって、まあ、政党銀、商工中金、政府金融公庫いろいろあるわけでありますから、政党銀については大企業中堅企業を対象とする、まあ、こんなふうに考えています。佐々木健翔君。まあ、アメリカの GM の危機などと日本の今の大企業の危機というのはですね、質が違うと思いますね。日本の場合にはやはり120兆円というですね、製造業だけで莫大な内部留保を抱えてますからね。で、まあ、それを保有しながらさらに国から支援を受けると、これはやっぱりちょっとそのお金の使い方としては優先順位は低いと私は思っております。まあ、最後に大臣にお聞きしますけれども、政党銀の今後のですね、政策的な内容として、対象にですね、中堅だけではなく中小企業も念頭に置いた政策展開、地域経済、それから、まあ、長期資金ですから例えば環境対策、こういう問題も含めた新しい展開というものが今後求められると思いますが、大臣の見解をお聞きしたいと思います。与謝野大臣。まあ、あまり制約を持たないで、政党議員の中で自分たちの理想的な業務形態はどうかというのをまずお考えいただきたいと思っております。当然環境とか、新しい分野のものも検討されると思いますんで、そういう意味では知恵線を広く持ってものを考えていただいたらどうかと思っております。佐々木健翔君。時間が参りましたので終わります。これより両案および修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますのでこれを許します。佐々木健翔君。佐々木君。日本共産党を代表して銀行の株式保有制限法改正案について反対。日本政策投資銀行法改正案および修正案については原案に反対、修正案に賛成の討論を行います。まず銀行の株式保有制限法改正案についてであります。本法案は米国発の金融危機の影響で金融資産の価格が急落したことにより含み損を大量に抱えた大手銀行を救済するため、銀行と保有株に加えて金融機関が保有する優先株、優先出資証券、ETF、J リート並びに事業法人が保有する金融機関の優先株、優先出資証券を機構が買い取れるようにする措置であります。本法の改正案提出のたびに我が党は大手銀行の保有資産が低迷するごとにこのような金融資産の買い取りを実施していては金融機関のモラルハザードを招き、
一層国民の金融システムを弱体化させると繰り返し指摘してまいりました。近年、大手銀行は手厚い支援策にもかかわらず、中小企業向け貸し出しを大幅に縮小し、中小零細企業の倒産を後押ししております。すでに大手行ではモラルハザードが起き、金融システムの機能不全を起こしているとでも言える事態であります。このような時に金融機関の経営責任を曖昧にし、国民にリスクを負わせる大手銀行救済策を拡大する本法案には反対です。次に、株式会社日本投資銀行法改正案、原案についてであります。原案に反対する理由は、現在行われている危機対応業務が経営責任を曖昧にし、国民負担になりかねない大企業支援策だからでございます。金融危機対応業務を大幅に拡大するため、日本政策投資銀行に対し、最大1兆7000億円の公的資金による増資が可能となります。すでに日本政策投資銀行は、大企業向け長期低利資金やコマーシャルペーパーの買い取りなど、個別大企業に対する直接融資という異例の救済策を実施していますが、この資本増強により、さらに最大15兆円の大企業向け支援を上乗せすることになります。このような異例の救済策の拡大は、大企業経営者の経営責任を曖昧にするばかりか、最終的には過剰の融資の焦げ付きにより巨額な国民負担にもつながりかねません。緊急保障制度の実施でも中小企業への貸しぶりは十分に解消されていない中、大企業にのみこのような大盤振る舞いの恩恵を与える本原案には賛成できません。なお修正案については日本政策投資銀行の政府の関与が不十分ではありますが、これまでの完全民営化との方針を覆し、法律上政府の関与を一定程度確保する内容であるため賛成します。以上で討論を終わります。